はいはーい。寝てる場合じゃないです。日経平均がバブル期以来33年ぶりに高値更新です。こうしちゃいられないのです。ビジネスチャンス逃すかもですよ。放送局もこうしちゃいられないメンテナンスの時間を少しずつでも削ってなんとかしなくてはということで、この7月から急遽新番組がスタートすることになりました。聞くだけで ビジネスマインドがアップして新しいチャレンジがしたくなるそんなミッションを受けた番組。聞いた人だけが未来を勝ち抜ける番組です。そんな新番組の看板おかみ。私、おたりです。自己紹介は番組の中でちょいちょい入れていきますが、時間も限られているので早速スタートしましょう。タイトル、しっかり覚えてください。 オーターリのビズティフルナイト一回目。オーターリのビズティフルナイト。この番組はゲームで世界中のお客様を笑顔にしエンターテイメントを追求し続けるホノスそしてインプルーブの提供でお送りします。 改めていらっしゃい大阪京都滋賀兵庫奈良その他ラジコの方々私大オタですコロナの時代が終わり日本が新しい舵を切るこの変化の時にみんなのビジネスマインドをビシビシと刺激する番組がこの「大オタのビズティフルナイト」ビズティフルいいんです言いづらくても。ということで さあいきましょう世界を旅しながら飲むしゃべる稼ぐが大好きなおそざきアラフォー DJ オーターリが日々出会う面白い人や新たなビジネスチャンスをつかんだ人たちを毎回ゲストに迎えて目の覚めるような儲け話大失敗からの大逆転な話とかここだけの話がたくさんです聞けば何らか得するビジネスバラエティーってことでよろしくです 流れによっては私も何か絡んでみたり一緒に何かできるかも相談してみたいですね先に言っておきますが私もこの番組も MBS ラジオのニューカマーなのでちょっとでも気に入ってくれたら「ハッシュタグ #M ラジ」と「ハッシュタグあり MBS ありはカタカナです」をつけて「なんか大田りって人の番組おもろいかも」とかみんなで書いてください 私の TikTok フォロワーの方々も聞いてくれてたら、率先してツイートよろしくねでは、早速大谷のビズティフルナイト、記念すべき第1回のゲストを紹介しましょう 1973年大阪府阪南市出身、お笑い芸人、司会者、実業家といった顔を持ち、日本中に笑いと美味しさを届けてきた。が、なんと、今年の5月に長年の夢を実現させるためにアメリカに移住。現在、ロサンゼルスを拠点に活動しています。田村健二さんこと田ム健さんです。ハローハローハバー Good. Thank you. どうもー、こんばんはー。よろしくお願いします、お久しぶり。ー、どうも。いや、私、お久しぶりでっですね。うん、っていうか、なんやねんな、その、なんか、なんか、しっとりとよそ行きの声。<laughs> そう。聞いてる人、寝てまうで、こんな、<laughs> こんなしっとりの声で言われたら。<laughs> 声、晴れ、声、晴れ、リジや。<laughs> <laughs> えー、そんなことないよ。トラックのドライバーさんとか聞いてくれてんねん。<laughs> ありがたい。<laughs> 眠気飛ばす声出せ出せ。<laughs> <laughs> さすが第1回ゲスト。<laughs> <鼻が S 1> 第1回ならええな、俺で。<laughs> いや、タムケンさんの他にもう誰がいますかって話ですよ、はい、もう。わかるはい。タムケンさんと私、おたわりは、あの、関西の番組でも何回か うん、ご一緒させていました、いただきました。ビーバップハイヒールとかでしたよね。そうやね、ビーバップ、ビー,ビーバップが一番最初かな、元。そうですね。あとでもチチンプ一ペも出させてもらったかな。あ、あそう、そんなんもうすっかり忘れてるわ。<laughs> <laughs> ご飯食べに行ってね、ねあの今日知人がいてたから、うんうん、そこでまああの酒飲んでる覚えでしかないわ。<laughs> 確かに確かに <laughs>。<laughs> 今度なんか共演したとかも、すっかり忘れてた。<laughs> でも、だからね、その番組でゲストで、どうしようと思って、うん、タムケンさん、うん、受けてくれるかなと思ったんだけど、うん、ええよって言ってくれたから、<あ>さすが優しい自自もう暇やねんから。アメリカ以上の話めっちゃいろいろ聞きたい。いやいや、何でも話すで。<laughs> よろしくお願いします。ということで、ああとりあえずね、私、うん、まあ、 お酒好きで、こう見えてもソムリエの免許も持ってるんでお酒、乾杯しませんか酒飲みながらやんのラジオええなぁ、昭和やなぁええぞ、ええぞ行け、行けちょっと俺も飲んでもいいよないや、今日ラジオあるからもう飲んでなかったんよすいませんめっちゃいい音 乾杯。はい,はい乾杯。俺はバドライトライムっていうの飲みますバドライトってあんまり日本で聞かないですねバドワイザーですかバドライトは売ってないね日本でへえ<ー>。バドワイザーは売ってるけどね、うん、えしかもそれのライムそう,そうバドライトのライムでしかも瓶なんかもうかぶれてますね早速 <laughs> アメリカナイツされてきてるからな <laughs> 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 であのアメリカ移住されたじゃないですかあの太田リサーチによるとタムケンさんレギュラーを7本降板してこられたってことなんですけどまあそうやなあのすっごいケツやんえでもさそれすごいなまあわがまま言うて番組にご迷惑もあるかもしれないけどさでもあれじゃないですか、うん、なんか 7本もお仕事切っちゃうのって、うん、すごい勇気ですよね。なんか、でも、これも芸人の仕事最高やと思ってんねんな。これ以上のもんはないと思ってて、うん、けど、なんかあのまま続けてたら、もしかしたらこの大好きな芸人の仕事が嫌いになってしまうんじゃないかなってなったのよ。えなんでそう。 うんそれはやっぱりこうアメリカに行きたいっていうちょっと違う目標ができたのもあるかもしれへんけど、<ー>うんなんかほら、も本当にありがたいことにたくさんお仕事させてもらって、で俺がまあ変なスキャンダルとか起こさへんかったら、<laughs> もう5年間ぐらいはな、なんかやらせてもらえるんかなみたいな空気感が、 なんかもう自分の中で気持ち悪になってきて。へえ<ー>。かあと言ってこう、第七世代って言われてる。第七世代ほら、お笑い第七世代ってなんか言われてたやん。霜降り明、えとあ<ー>霜降りか。あの辺うん,う,んうん。ほら、テレビに出るメンバーがコロッと変わったやんか。うーん。変わった変わった。そう,そうそう。そことこう、うん、勝負せなあかんのに、なんかその勝負する気もなくなったというか。うん。 だからそんな奴がおったらあかんやろみたいなところも含めて、なんかだん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 なんかいろんなこと考えて、時にこうアメリカ行きをこう決意した時になんかちょっと楽になったというかさ、うんうん。え、アメリカ、なんでアメリカなんですかいや、行ったことあるあるよ。どこ行ったグランドキャニオン行ったグランドキャニオン行ってないんですよ。グランドキャニオン行けって。<laughs> マジで。いや、俺も、最初は全く期待しなかった、グランドキャニオン。よくあるやん。なんかすごいすごい言われてるけど、店行ってみたらなんかがっかり名称みたいな。はい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 。なんかそんな感じなんかなと思ってたのよ。うん。アホか。ま、<laughs> アメリカアホか、ほんまに。えげつないで。え、惚れちゃった感じ。私確か、グランドキャニオン行って、うん、帰ってきたぐらいの時に私タムケンさんに会ってるんですよ。 俺何言ってたいや、なんかすごい良かったって言ってて。そうやろうん。で、なんかこう価値観変わったわとかなんか<あ>、そんなん言ってて<う>。<あ>お前、いっえ時に俺とおるやんけ。<laughs> <laughs> それがでも、ここまで引っ張ってると思わなかったですね。5年前やもん。うん。あれかなうんうんうん。ほんで、まあその時に、まあちょっとやっぱりこのままでいいんかっていうのをすごく、うん、 考えてて、まあ、悩むまでは意でもまあ悩んでたんやろな。けど、あの、グランドキャニオンの景色を見て、で、しかもこのグランドキャニオンが、たった一本のコロラド川っていう川が、作り上げた、川がやで、川がこの景色を、作り上げた。うん、あ、そうなんだそう,なんだうやしかもそのコロラド川は、まだそのグランドキャニオンの谷の底におんねん。<laughs> めっちゃグランドキャニオン詳しい <laughs>。<laughs> おんねんまだ削っとんねんあ、あれ削って、あ、そうなんだえ、ね、じゃあ、あ<の>めっちゃ太い川だったんですかね、もともと。いや、だからな、もう想像つかんやろ。うん。いや、あれを川が削って、大地を削って作り上げたん <laughs> そうだね、スレタム削っそう、やねん。んならな、なんかもう自分の人生なんて、 たかが100年。うん、このグランドキャニオンができるまでの年月考えたら、<laughs> もうしょうもないやん。ほ <laughs> んならもう好きなことやろうってなったのよ。へえ、じめっちゃ語っていただいてますよ。<laughs> <laughs> ほう。え、でも好れこれぐらいなったのがええんちゃん、<laughs> 2> 夜2時だから。<laughs> まさかグランドキャニオンの削る話で、こんなに尺取れると思わなかったですが <laughs>。グランドキャニオンの削る話って言うな。何 <laughs> 削る話って話 <laughs> めちゃくちゃしょうがないことやな。<laughs> で、あの、実際、あの、TikTok、うん、タムケンさんの、見させて私もいただいてるんですけど、うん、シリーズすごい面白くて、うん、見ちゃうんですけど、 うん、英語の勉強とかもしてますし実際どうですかあの暮らしてみて、うん、いやもう毎日が刺激的すぎて <laughs> 俺もうこっち来たらな、うん、もうほんま寂しくて寂しくて、うん、もうどうにかなるんちゃうかなと思ったけどうん、うん、一回も寂しいと思ってない <laughs> あそうもうそんな不安を感じてるとか寂しさを感じる暇がないぐらい もう毎日楽しいし、もうアメリカのな、うん、この前いろんな、もう車買ったからさ。見た見た。もう今どこでも行けるわけよ。はい。でもすぐなんか欲しいと思ったらコリアンタウン行って、ニラ欲しいなと思ったら今日ニラ買いにコリアンタウンまで行ってきてんけど、うんうん、一人で、ニラ売ってんねん <laughs> コリアンタウンのとあの、ハイウェイ、うん、一人でブーンって行ってる時になんか、 うわ俺やっぱアメリカ来てるって思うもん <laughs> かっこいいタムケンさん,ンさんアメリカやもう高速じゃなくてハイウェイって言ってるもんハイウェイ <laughs> 高速じゃないハイウェイだほ <laughs> んで今こっちに来てあのすごくサポートしてくれてるユリサっていうあ、わかりますあの女の子ですよねそうそうそうあの京都出身のあそうなんですかそう京都のビヨンセっていうでタっ,ってパルミさんってたけど <laughs> そうやねだからアメリカ来たらお前本物ビヨンセおるからもう勝ちないでってんだけど。<laughs> 本物のビヨンセ言います。<laughs> 日本でおったら京都のビヨンセ言うたらな、なんか。<laughs> 確かに京都にビヨ感じだけど。うん、本物おるから。<laughs> そう、ゆりさんがなんかそういう SNS すごく、あの、詳しくて。<laughs> うん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 で。いろいろ勉強してたときに、 なんか俺がこう移住してきた俺っていうのはすごくいい素材やったらしくて、うん、で田村さん「ちょっとやらしてくれません?」って私ちょっといろいろアイディアあるんでって,言ってそれで TikTok? そう TikTok インスタあそうなのあれ超面白いですよ。あれ いきなりバズったんえ、だってさ、もう初めて1ヶ月ちょっとで、すごいフォロワー数いますよね、<う> TikTok もね。ィックトックもね、俺1000人ぐらいしかおれへんかったのに、もうすぐもう5万人ぐらいになるし。なる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 。ほんで、インスタも8万人ぐらいやったんが、今も四40万。え、嘘いや、なんかね、うん、あのね、TikTok のやつは、うん、あの、 50歳のタムケンさんのデイ1、デイ2っては、なんかこう、毎日を、あの、日記帳に、15秒ぐらいでやってるじゃないですか。うんうん、なんかあれを見てると、うん、タムケンさんっていう存在がもちろん可愛く見えるのと、なんかこう、うん、50歳のおっさん頑張っとるわ、アメリカでみたいな感じが、すごい伝わるんですよ。<laughs> うんなんか、そう言ってもらえるなぁ。 あの、同世代の方から、すごい励みになる、うん。なるなるなる。だったりとか、なんかアメリカで、もっともっとおった人、うん、あの昔来た人とかも、なんか私が来た頃思い出しますとか、うん、こう思ってもない皆さんからすごくいろいろ応援されてるる。だってもう、うん、もうだって英語とかめっちゃ大変そうじゃないですか。な、やっぱ聞き取りが難しいし、うん 言葉が出てこないのね。うんうんうん。勉強してるときはこうこうってなんか落ち着いてるからいけるんやけど、実際こうパッって喋ると出てこない。はあ。え、そういうのって、で,でも勉強してて日々ちょっとずつはできるようになったりするじゃないですか。うん、そうやな。だから、あのー、お店行ったら大体こんなこと言うんやろなっていうのは思ってるから。うん、うんうんうん。 うん、そうなってくるとわかるけど、ただこう、本当にできるようにパッって喋るときは、でも今日も、なんか、えー、何やったかなな、なんとかセンターって書いてあったのよ。うん。イン、インペリアルケアセンターだった、だトめっちゃ、どういうなんてった、なってた今なんてってた。<laughs> インペリアルケアセンター。ああ<ー>。これ入れたら、うん、なんか、 そういう、インペリアルやから、皇、まあ、室とか皇族のケアセンターっていうから、うんうん、えって言って、普通の建物やからさ、うん、え、何と思って。いや、ほんで、ゆりさんに、うん、え、何なんやろって聞いたら、うん、何かのケアセンターの名前ですって言って、解決せえへん答え返ってきたんや、ね。<laughs> <laughs> 何か分かってんねん。それを知りたいねんい。<laughs> <laughs> でね、ここまでね、話まだまだ続くんですけども、アメリカ生活楽しんでるタムケンさんにね、曲を一曲ね、うん、リクエストしてほしいんです。<あ>で、これね、何の曲でしかあのー、ブルーノ・マーズが僕大好きで、<ー>昔ラスベガスで、あのー、ライブ見に見たのよね。え、ラスベガスでも見たことあるんですか そう、ラスベガスでも見たのよ。一番最初見たのはラスベガス。へえー、すごい。その時、正直ブルノマーズって知らんかって。うん。で、ブルノマーズ慣れやれんって見に行ったら、かっこいいってなって、俺も。<laughs> 好きーってなった。<laughs> 好きーブルノマーズみたいな。<laughs> 去年、あ、今年かあ去年か。あの、ブルノマーズ、日本に来て。うん、来てた。 そう、それも見に行って。あれん、ま、だってさ、超プレミアチケットで、なんかみんな行きたいけど行けないとかって言ってた。なんとか取れて。さすが、さすが力持ってますね。いやいやいや、<laughs> 頑張ったのよ、これも。<や><当>え、良かった、良かった、やっぱり良かったですかはいもうこれぞエンターテインメント。<laughs> セットもめちゃくちゃシンプルやねん。 ほー。寝るシャツ着てるし。るシャツ着めっちゃ衣装代かかってないです、ね。全然衣装代かかってない。<laughs> そやけど、何あの、心躍る。<laughs> 心躍る。俺がほんまのエンターテイメントやなっていう。ああ、確かに。え、だから、寝るシャツだし、セットはシンプルだけど、チケット結構するじゃないですか。めっちゃ儲かりますね、ブルーノマンのまずいやらしいこと考えるな。<laughs> 行きましょう。 はい。マークロンソン、アップタウンファンク、フューチャリング、ブルーノマーズです。今月から始まりました新番組、オータリーのビズティフルナイト。引き続き LA からタムケンさんをお迎えしています。はい、ちなみに、関西で幅広く展開していた焼肉、鉄板焼きの店舗経営どうしてるんですかえっとね、 もちろん、今日もさっき、ちょっと、喋ってたんですけど、うん、店のコーラと。あのー、ま、ズームで会議やったりとかして、うん、ちゃんと僕が経営をしてます。ただ、あのー、やっぱりげ、現場というか、そばに誰かおってくれなあかん、まあ、従業員の子ら不安になるんでね。うん、なので、あのー、野上、野上の生食パンって知ってる知ってる,知ってる、知ってる。野上、麻布十番にもありますよね。 そうそう、あれを作った創業者の坂上さんっていう方がおって、その方は今野上は卒業してるんやけどへ<ー>、その方が経営顧問に入ってくれてすごい、そう、一緒に今経営してくれてるのええ。え、なんか私タムケンさん焼肉タムラ売っちゃうのかと思ったら売ってないんですね、うん。 うん、たい大切やん、やっぱりな。大切、大切。だから、俺、芸人としても一つキャラつけてもらえたし、まあ、もうちょっと頑張ってみようかな。まあ、別に、売ることがね、悪いことでもないし、うんうん、それは全然いいねんけど、まあ、なんか、アメリカ行くから売りますっていうのもどうかなと思うから、頑張ってね。坂上さんが入ってくれたんで、何度かやっているな、と思ったんで。うん。え、それで、じゃあアメリカでも、今後は、これから、飲食店、やる。うん 予定なんですかいやーちょっとまだ何も考えてないな1年ぐらいちょっとブラブラしますえなんかこう太田リサーチによると星付きレストランを作りたいという噂を聞いたんですけどお,<う> <laughs> お前誰から聞いて <laughs> 誰から聞いて <laughs> まあまあ出てますよねほんまいや俺料理好きでこっち来ても、うん、もう物価高いからもうレストランとか行ったらもうチップ 含めたら、偉いことなんのよ。ランチ、もう普通の、普通のもん食べて一人五千円やな。え普通のもんってどんなのほんまに。まあ、ハンバーガーとか。ええー。そんな。まあね、今、百四十円やんか。はあ<ー>。ね、やば。うん。だから、納豆とかもさ、その、買いに行くねんな。うん、その、まあ、日本のスーパーマーケットがあるから。はいはい。えっと、二ドルぐらいやから、うん、あ、二ドルか。安いな って思って買うんやけどさ、280円や確かに。<laughs> 高い。高い。いや、ほんと。日本だと100円ぐらいやんか。うん。やろ今度、ま、3倍や、大体。いちいち高いですね、アメリカ。いちいち高いで。ほんまに、何十円のもんなんかない。ほぼほぼ。うーん。もやしも1パック今日、オリアンマーケット行ったけど、1ドルなんぼやったから、ええ140円ぐらい。今<え>、まあも,もやし。高こ え、だって、100円しないぐらいで買えたりとかしません ?100 円どころか、もやしなんか2、30円やんか。そうですよね。なんなんか買うたらあげますみたいな,な <laughs> そうそう、くれる。<laughs> くれるっけ、もやしって。<laughs> くれへんか。もやしさすがに。え、飲み行ったりもするんですか <laughs> なんか、飲みに行くっていうのはもうほんまにこっち来て、2回ぐらい。あ、結構少ない。だから、 お酒の量も減ったし、米を食べない、あんまり。あ、そうなんですか、うん、だから痩せた。ええー、アメリカってほら、うん、だってピザとかハンバーガーとか一時でかいじゃないですか。そうそうそう。だから、ほとんど言われてんけど、うん、痩せた。<laughs> なんか日本にいるタムケンさんっていつも後輩の芸人さんとかも一緒に連れてワイワイしてるイメージだけど。うん 寂しい毎日、今日もさっきご飯食べてんけど、うん、アダムって言って、ユリさんの彼氏ね。うんうんうん。アメリカ人のアダムとユリさんと3人で<ー>あの、サムギョプサルみたいなの作って、うん。え、作ってそうそうそう、だからコリアンタウン行ってきて、え、バラ肉見つけたんや。肉は安いからさ、まあ言うても。あ、そうなんだ、肉安いんだ。やっぱ肉は安いな。と、高いニラ買って、サムギョプサル。ニラ買っ <laughs> そう、なるほどね。それでさ、この番組ね、うん、聞いてくださっているね、うん、将来に悩む中堅サラリーマンや、夢を半分諦めつつある人たちに、50歳で思い切って海外移住したタムケンさんから、メッセージを、うん。<laughs> いきなり真面目やな。<laughs> いきなり <laughs> いやいや、あのー、僕はなんかこう、 新たなチャレンジをさせてもらえる状況にあったのがすごく幸せだったのね。うん、で、こうやっていろいろやりたいって思う方、いてると思うんだけど、やっぱり状況が許さないこともあるやもちろん家族のこともあるしさ、まあ仕事のこともあったりとか、うん、なかなか全員が全員やりたいことができひんのはわかるんやけど、でもその中でも動いてほしいなと思う。うん、まあお、俺がアメリカ行くのをなんか決めたのが、 命がなくなるんやったら多分してなかったと思う。けど、失敗して、まあ何がなくなるかって一番最初はお金やん。うん、まあお金がなくなったってなっても、もう俺さえ怠けへんかったら、朝から晩までバイトしたらお金はなんとかなれんし、自分が生きていくぐらいは。そう思うとなんか皆さん悩んだ時に、ああ、やめとこうかと思わんと、一歩踏み出して失敗してもなんかそれでわかることもあるやろうから、動いてほしいなと思います。 おおほんまなんと死なないってこと死なないもう死なないだけ <laughs> これだけ俺だってもうあんまりに限って一番気をつけても死なないこと <laughs> いろいろね難しいと思いますけどやっぱりちょっと挑戦というかね行動に移してほしいなと思いますはいありがとうございますあのはい来週も引き続きお願いします、うん、え来週もなん <laughs> 来週 <laughs> あ週もああそうっあことは LA からダムケンさんでした <laughs> 時代の大きな変わり目を夜と朝の変わり目に感じる「目指せ音声」の付加価値番組7月からスタートしました参加してくれた方々お付きあいありがとう 私の TikTok フォロワー10万人嘘です1万人ちょいのみんなもありがとうみんなでこの変化の時代としっかり向き合い楽しみながら成功しましょう1回目のゲストタムケンさんとのトークたくさんの刺激を受けましたねちー日本での成功に満足せずにアメリカにチャレンジする姿ビズティフルですねこの番組の感想は ツイッターでハッシュタグエムラジ」と「ハッシュタグあり MBS」ありはカタカナでツイートお願いします長文の方はありアットマーク MBS1179 ドットコムに直メールでよろしくお願いしますそれでは大田アリのビズティフルナイト女将ことアラホー DJ は大田アリでした今日はこの辺でお開きですまた来週 オーターリのビティフルナイトこの番組はゲームで世界中のお客様を笑顔にしエンターテインメントを追求し続けるポノスそしてインプルーブの提供でお送りしました